絶好スカイリムパート20、始まります。前回、編成と回復の達人魔法を習得しました。今回はそれを携えて、メイン目標のドラゴンボーンを開始していきます。で、ウィンドヘルムに行く前に、セラーナちゃんについてちょっとだけ。今まで、彼女の目が大きく赤黒いものになっていたのですが、ゲーム再開して、一時的にタイニーセラーナ本来の、可愛らしい綺麗な赤目になっていたので、記念に撮影しているところです。これまで、何度もロード順などを試行錯誤して、どうにもならなかった、彼女の本来の顔を、少しばかりお楽しみください。残念ながら、ちょっとロードを挟んだだけで、また元に戻ってしまいましたのでね。こっちの目の方が、可愛いと思います。それじゃ、そろそろ第2の舞台、ソルスセイムに向かいましょう。はい、ソルスセイムには、ウィンドヘルムの港から、行くことができます。お金さえ渡せば、スカイリムでミラーク信者に襲われる前でも、自由に行き来できるのですが、ソルスセイムに鎮座するもう一人のドラゴンボーン、かの者の危険を察知したのか、ドラゴンが船出を妨害しに来ましたね。ウィンドヘルム近辺は、フリーズとクラッシュが頻発する、魔の地域です。おそらく、ドラゴンのスポーンと、プレイヤーや従者の持ち物の読み込み、ウィンドヘルムの城塞グラフィックの読み込みが、ほぼ同時に発生しているんでしょう。さて、余談はさておいて、敵はアッシュドラゴンですね。その名の通り、灰のブレスを吐いてくる、ちょっぴりアルブインに似た、トゲトゲしいドラゴンですね。で、戦闘開始から今まで、体力がほとんど減っていません。その上、港だとドラゴンが着陸してくれないので、対岸の陸地に戦場を移すことにしましょう。川がくっそ冷たいので、泳がずに向こう岸に渡りますぞ。前回お見せした、ウィンドランニングなら、水に触れることなく移動できることでしょう。はい、水に触れることなく、見事渡れましたね。私は見事に渡ったと、そう認識しております。反論は認めない、いいね。よっしゃ、セラーナちゃんナイスアイスジャベリン。皆さんも大変勇敢でしたぞ。スーパーマイティドラゴンといえど、陸に降りてさえくれれば、なんとかなりますね。じゃ、ソウルをもらいましょう。ちょっと気の早い話ですが、クエスト、ドラゴンボーンの攻略には、ソウルが最低3つ、必要です。クエスト進行上、3段階目まで、必ず取得しなければならないシャウトがあるためですね。じゃ、気を取り直して、船出ですね。よしよし、行きと同じように、帰りもうまく空を渡れています、さすが私。名前の横の格好ろか、そろそろ取り除いてもいいっすかね。船を雇いたいのかい？船を雇うには、グジャランと船長に、お話しすればオッケーです。あそこにいるのが、船長ですね。ん？何か、気配が。あ、またドラゴンか。30秒前に倒したばかりなんですが、これはどうあっても、私をソルスセイムに行かせたくないという、意志が感じられますね。ならばよろしい、ドラゴンの1匹や2匹、倒してあげますよ。主に私の仲間がね。華麗に川渡りを決めたところで、ドラゴンを迎え撃ちましょう。むむ、緑のエネルギーブレス。ということは、フォレストドラゴン、森さんの登場ですね。
ジャバババババババ、死ぬ、死んじゃう。お薬決めなきゃ。ふう、私を狙ってくるとは、なんて卑怯な奴なんだ。ああ、ムジョル姉さん、大丈夫ですか。ムジョル姉さんとデルキー、本当にいいコンビですね。勇猛な戦いぶりを見ていると、とことんサポートしたくなってきますよ。じゃ、ソウルを吸って、今度こそソルスセイムに。いけると思っていた時期が、私にもありました。これは、3匹目ってことで、よろしいんですかね。しかも名前あり、ユニークドラゴンじゃないですか。ソルスセイムへ行く手段を探しているのなら、ノーザンメイデン号よりいい船はないだろう。ソルスセイムとは一体？聞いたことがないとは驚いたな。ここから北東の島だ。レイブンルックという小さなダークエルフの町と、わずかなノルドが住むスコール村がある。具体的な理由がない限り、普通はあそこへ行く人はいない。かなり厳しい場所だ。ああ、船の準備はできている。すぐに出航しよう。やってきました。こちらがソルスセイムです。スカイリムとは完全に別マップとなっていまして。着いたぞ。レイブンロックへようこそ。ここでは、気をつけろ。以前とは様子が違う。島全体が灰に覆われていまして、スカイリムでは見られない、動植物が栄えています。また、歴史的に見れば、ダークエルフの暮らす土地でして、帝国が島を放棄してから、彼らがゼロから開拓していったようです。このレイブンロックが、ダークエルフの努力の象徴ですね。え、あなたたち、まさか泳いできたの？デルキーはアルゴニアンだからともかく、姉さんはそんなに長く泳げないと思うんですが。ま、いいでしょう。無事に到着しているので、万々歳なのだ。見覚えのない顔だな。レイブンロックを初めて訪れる旅人なのだろう。目的を聞かせてもらおう。縛りプレイの後半戦をしに来ました。できれば人助けもするつもりです。ここは、モローウィンドウ内でも最も仕事探しに不向きな場所だが、好きにするといい。ただし、レイブンロックがレドラン家の統治下にあることだけは覚えておいてもらいたい。ここは、モローウィンドウだ。スカイリムではない。ここにいる限りは我々の方に従ってもらう。質問はあるか？随分旅人を警戒していますね。何か問題があるんでしょうか？それは仕方ない。評議員補佐である以上、レイブンロックの安全を第一に考えねばならない。つまり、今は安全ではないと？ブラックライトの街とは事情が違うからな。ここは辺境ゆえ、かなりの面倒ごとに見舞われてきた。これだけのことを共にくぐり抜けてきたのだ。モーバイン評議員の期待を裏切るわけにはいかない。破れば、エドランの英雄。さて、ソルスセイムですが、スカイリムとは全く違った雰囲気ですね。緑色のものがなく、建物は丸みのある石造りです。同じ石造りでも、ウィンドヘルムとは趣が違いますね。ダークエルフは、角張ったものよりも、丸みのあるデザインを好むのでしょうか。島全体の広さですが、リフテンからウィンドヘルムに向かうくらいの、面積でしょうか。島の南は灰にまみれ、北側は雪山の構成ですね。ドラゴンボーンのメインクエストは比較的短めですが、サブクエストがたくさんありますので、トータルのボリュームは、ドーンガードに負けず劣らずです。で、今回はミラーク信者に襲われる流れを、完全に無視して島にやってきたのですが、その場合は、この辺りにある壁画から、服従のシャウトを覚えることで、無理やりクエストを、進めることができます。攻撃禁止でも詰まないなんて、まさかベセスダは、この縛りプレイすら、
計算してゲームを作っていたというのか。じゃ、出発前に、街をチラ見していきますか。レイブンロックは、一通りの店と施設が揃っています。また、街に貢献するクエストを終えることで、自宅をもらえたりもします。自宅が無料でもらえるのは素晴らしいのですが、そのためにはある程度強い敵を倒す必要がありますので、序盤に来るのはあまりお勧めできません。それじゃ、北の山に向かいましょう。街を出てすぐ、衛兵のおっさんが変なのに襲われていました。スカイリムでは見たことのないモンスターですね。スパイクで全然ひるまないんですが、それはまあタイガーかマンネリってレベルじゃねえな。一撃ですね。生きて農場から出られる確証がなかった。部下も救えればよかったのだが。一体どうしたというの。レドランの衛兵の中にはアッシュスポーンと呼ぶ者もいる。だが故障は別に何でもいい。問題はレイブンロックにとって脅威であり、止めなければならないということだけだ。化け物どもは農作物に恨みでもあったんですか。奴らの出所の手がかりになりそうなものを探すつもりだった。この方角から来ていることは分かっていて、他に当てもないからな。いいですよ、手を貸してくれそうな人を4人ほど知っています。ありがたい。人手はいくらあっても困らない。レイブンロックを離れるのは落ち着かないし、これ以上レドランの衛兵に被害を出したくもない。私たちへの被害は考慮しないと、そうおっしゃるので。農場の捜索中にアッシュスポーンに不意をつかれた。何か見つからないか見て回るといいだろう。何か妙なものを見つけたら、戻って報告してくれ。ふむ、このメモじゃな。カリアス将軍という人物が、アッシュスポーンを街にけしかけているようですね。何か見つかったか。ほい、このメモどうぞ。奇妙だな。読んだ限り、ファルクス・カリアス将軍の手によるものだが、そんなことはありえない。カリアス将軍は、帝国のフロストモス砦駐留部隊の指揮官だったが、200年前にレッドマウンテンのせいで砦が崩れた際に、命を落としている。生きているはずなどないのだ。しカリアス将軍が生きているのだとすれば、何らかの尋常ならぬ理由があるはずだ。フロストモス砦で確かめてきてもらいたい。こちらはレイブンロックに戻って部下たちを襲撃に備えさせておく。そんなわけで衛兵のおっさんからアッシュスポーン退治を依頼されました。ドラゴンボーンとは関係ありませんが、家をもらうクエストの発生条件にもなっていますので、寄り道攻略してきますよ。おい、シン。だが砦に入ったぞ。不意打ちに備えろ。アッシュスポーンはゾンビよろしく、地面からニョキニョキ出てきます。フロストモス砦は決して陥落しない。帝国万歳。さっきからうるさいっすね。将軍の声らしいのですが、一体どこから喋っているんですかね。屋外にいるスポーンをさっさと倒してしまいましょう。そうそう、前回の動画に入れそびれた回復魔法のパークを紹介しておきましょう。今、魔法を貯めている間、自動でシールドが発生しているのが、まさにそのパークですね。
この能力は、一番下の、明治ボードの効果です。ノーコストで強力な盾を発生させられる、とてもありがたいパークなのですが、いかんせん視界が悪くなるので、遠距離の敵が狙いにくくなることが、唯一の欠点ですね。そのうちこれもリセットされて、発生しなくなりますので、少しばかり見づらい視界に、ご辛抱くださいませ。おっおー、さすがファエンダルさん。ヘッドショット2連発とは、なかなかやるじゃない。いい記憶になりました。じゃ、お次は砦内のお掃除ですね。アッシュスポーンですが、要するに灰でできたドラウグルみたいなもので、人間扱いではありませんので、ザーンズプリズンの魔法は、当然の権利のように効きません。また、ドラウグルとは性質が対極で、ドラウグルが霊気に強かったのに対して、アッシュスポーンは炎に強いです。アッシュスポーン、その名の通り、灰から生まれし者ですから、炎にも耐えますし、炎の魔法を使ってきます。お、一目でわかる、高価な日記、何か手がかりがありますかね。どうやらソルスセイムには、ハートストーンという魔力石があるようで、それを使うと、死者を蘇らせ、ハートストーンを持つ者の思うがまま、従わせることができるんだとか。私のさらに上を行く、他力本願先輩が、この島にもいたようですね。ここは用心なさって。なんかボスっぽいですね。ちょっと心配なので、パーティーにアイアンフレッシュをかけておきましょうか。何をしたんだ？エナジーチャネルを使って、良い効果の魔法をかけてあげても、みんなはあまり嬉しくないようですね。回復魔法として認識されていないんでしょうか。達人魔法の実践投入。ステンバイしておきましょう。部屋に積もった、灰の山、アッシュスポーン、出てくる気満々ですね。襲撃の司令塔、将軍、捕獲します。おいっしょ。あら、将軍、どこへ行こうというのかね。一瞬で終わってしまいましたね。でも、仲間も微妙にピンチだったり、ボスよりお供の方が強いパターンでしたね。セラーナちゃん、魔法といてこの死体殺せない。将軍は不完全な形で蘇生されたため、死亡当時の記憶に囚われて、今なお、帝国のために戦い続けていたようですね。100年前の将軍の名前で手紙が届いても、きっと帝国はいたずらか何かだと、判断して無視するんでしょうね。そう考えると、この将軍も、ちょっとかわいそうですね。説明。見せてくれ。この内容から判断するに、カリアス将軍は要塞が200年前のままの状態だと思い込んでいたようだな。彼がどうして不死の存在となったのかは謎のままだが、レイブンロックはもうあの化け物どもに襲われずに済む。モーバイン評議員はこの件に関してかなりの額の報酬を提示されていた。お前は受け取るにふさわしい働きをしてくれたな。はい、これでクリアですね。
レベル30にともなると、かなりのお金をいただけます。お金は基本、デルキー信用金庫に貯金しています。彼の性格からして、無駄遣いすることもないでしょうしね。のんびり行こう。結局、レイブンロックに戻ってきてしまいましたね。私がついているよ。せっかくなので、町の近くで、一つサブイベントを起こすことにします。ソルスセイム名物、と私が勝手に思っている、発掘クエストです。こちらは、発掘資金を渡しては、日を置いて徐々に作業が進んでいくという、気の長いクエストです。あそこでカンカンやってるのが、九段のクエストの主、ラリスです。どうせすぐには攻略できないので、早めに受けておこうという算段ですね。なんだいセラ、名前はラリス。モンホールド出身のラリス・セダリスだ。ここへは本土で待っている出資者の依頼でやってきた。彼の望みは希少な古美術品、通称アージダルの遺品を手に入れること。ところが着いたそばから悲劇が起きた。今からそれを話す。北方のアッシュランドへ来る以上、多少の苦難は織り込み済みだが、この件に限っては私の専門外だ。金を稼ぐにも金がいるんだよ。この向こうには大金が転がってるが、多少の元手がなきゃそこへはたどり着けない。そんなわけで、最初の援助金は1000ゴールドです。デルキー信用金庫から引き落としですね。うん、確かに全額ある。そういうことなら仕事に取り掛かるとしようか。私はレイブンロックへ戻って鉱山労働者をかき集める。何かめぼしいものが見つかったらお前に知らせよう。お前と仕事ができて光栄だよ。また会おう。こういう廃墟は避けるようにと教わりましたけれど、ようやく理由がわかりましたわ。数日経つと配達人から手紙が届くので、それまでは放置になりますね。はいはい、みんな行くよ。島の北側に行くと、スカイリムにも似た雪景色です。目的のシャウトの、すぐ近くまでやってまいりました。マップ上だと結構離れているように見えますが、スカイリムのマップとは縮尺が違いますので、数分も歩けば着いちゃいます。で、今はダイナミック下山をして、壁画に直接乗り込もうとしているところです。下から普通に行くと、あのドラゴンに襲われちゃいますからね。ここには敵対するドラウグルやらがわんさかいますので、彼らをおとりにして、さっさとシャウトをいただきたいところです。あのブレスの感じだと、またアッシュドラゴンですかね。ネクロマンティックドラゴン、使用術に長けたドラゴンでした。灰の化身、アッシュドラゴンの上位種なんでしょうかね。あばばばば、いかんね、完全に油断してました。崖の上だと狙われ放題です。急ぎシャウトを覚えましょう。出たな、ドラウグルドラゴンボーン。いつぞやの動画では大変お世話になりました。その説はありがとうございました。しかし今回は一味違うよ。私には心強い仲間がいますからね。よし、シャウトゲット。急ぎ脱出するのじゃ。ザ・ワールド。時間凍結魔法、逃げる時だけ重宝しております。移動速度以外、自分もくっそ遅くなりますからね。攻めの場面じゃ40点魔法です。さて、目的のシャウトも回収しましたし、仲間と合流してサクッと片付けてしまいましょう。みんな、今行きますぞやりましたね。もうドラゴン退治もお手の物になってきました。
近距離アタッカー2人、後方支援の弓と魔法、そしてヒーラー兼サポーター。RPG のテンプレみたいですが、バランスは非常に良いですね。おはようございます。ソルスセイムは本日も曇りですが、最高の日の出を迎えております。壁画周りのアンデッドどもを蹴散らしまして、景色を眺めて一息ついているところです。次世代基盤になってから、モッドなしでも空や太陽が、綺麗になったと思います。さて、話を本筋に戻しますと、ただいま服従のシャウトを覚えましたので、ミラークに洗脳されている党員を。オノレスプリガンクイーン。説明の邪魔をするとはいい度胸。絶対に許さんぞ枯れ木ババア、じわじわと殴り殺しにしてくれるわ。さて、ただいま、服従のシャウトを取得しておりますので、ミラークに洗脳されている、スコールの村の人々を解放することが、次の目標ですね。そんなわけで、風の岩にやって参りました。ここでは、正気を失った島民たちが、無心で建設作業をしております。世界は聞くことになる。世界は見ることになる。狂気を感じますね。世界。じゃ、シャウトを覚えまして。彼らをカルト宗教、ミラーク教から脱退させてあげましょう。人々は忘れてしまったが。お前には負けた。服従から解放しますと、異界から化け物が出てきちゃいますが、これ、エイリアン的なデザインですけど、大丈夫なんですかね。あ、しかもクッソ弱い。ルーカー族は、酸のような毒液と触手を吐き出してくる、まあまあ厄介な敵です。ですが、貴重なアイテムを持っていることが多いので、狙ってかもられてしまう、かわいそうなデイドラモンスターでもあります。何があった？これでスコール村の住民の、洗脳が解けました。こんな時間にこんなところで、何やってるんだろうな。この後は村長と話せば、通常通りドラゴンボーンのクエストを進められます。といったところで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。動画での使用を見送った、モッドを2つ紹介しておきましょう。こちら、ジェダイの騎士セットです。試しにデルキーに来てもらいましたが、似合ってしまっていますね。ライトセイバーは、魔力的な剣という設定で、登場しております。防御の構えを取ると、シールドスペルが発動して、魔法を跳ねのけてくれます。今回は暗黒面、シスのローブですが、他にも何人かのジェダイの、装備が制作可能です。待ってるよ。なんか、アウトな感じの効果音ですが、気にしないことにします。